今週はテーマをですね、今週はあれ今切断してたか大丈夫か、まあいいや、今週はテーマをアジアの食に、アジアの食べ物に絞って募集したところ、募集ありました。はい、4通これも入れて今ね、香織さんがね1通ね書いてくれたんですよ。その中から厳選した3通を、はい、お届けしたいと思いますけど、よろしいですか。4通から3通に1通落ちます。毎週3通しか紹介しないですからね。あ、そういうことか、はい、じゃあだから今回はすごい倍率が高かったわけですよ。かなりチャンスだったんだけども、まあ4通しかないわけですから、いいですか。それじゃあ最初に早速僕の方から紹介していきましょう。いいですか。それでは行きましょう。4通中3通だからね、行きましょう。じゃあそれでは、あ、じゃあいつも の、 それでは1句言っていただけますか。あ、ちょっと待ってくださいね。それでは1句ですよ。お願いしますよ。あ、なっちゃったよ。さあ行きましょう。はい、じゃあお願いします。はい、それでは1句。あやむごれん、カキよりパハが実が多い。はい、素晴らしい句を読んで、ペンネームプスピタさんからいただきました。もうそれはゲストで来てもらったんですが、読まないと。はい、あやむごれん、カキよりパハが実が多いと。わかりますね。それはそうなんです。胸、うん、完全に実が多いですよ。うん、あの柿をやられるとカリカリは多いけど実が少ない。美味しいんだけど、はい、美味しいんだけどね。母はね、ちょっとパタつくんだよ。そうなんですよ。でも微妙、量がやっぱ。そうそうそう。迷うよね。なかなか分かる話です。これ。あやむごれんというのは、まあ、鶏肉の揚げたやつですね。こっちで言うね。さあ、何点でしょうか。いや、もうこれ点数やめようよ。点数やめようか。一応。最初に何点だったっけ。2点から。2点つけちゃったからね。え、でもこれと小手さんの独断と偏見でいきますから。この間めぐみさんっていうペンネームの方が怒られましたよ。私の句が 6.5 ってどういうことだっつって。で、あれはサッカー選手で 6.5 って言ってるから。わかりました。し、やっぱ基準点がありますから、そっからの比べてどこかってことですから。さあ、何点でしょう。何点なんだろうね。まあ本人目の前にいますけども、まあまあ、あのだって別に点数関係ないからね。目の前の 6.5 が最高だとしたら、はい、これは3?2.5?4!4!4 点。ありがとうございます。4点。これもうほんといい加減だから。いや、いいんですよ。だって点数関係ないですよ。何回読まれたかだけですから。これ、あの5回読まれるとジュースだよね。はい、飲み物がもらえいただけますので、お酒でも OK だ、ね、お酒でも OK。 どしどしご応募ください。じゃあ2つ目いきましょう。独断と偏見でいきますね。じゃあお願いします、小鉄さん。はい、それではいい。あれ、それではいい。ちょっと待って、もう一回いきましょう。それではいくで終わってますよ。はい、それではいく。タフテンペ、ティダタフテンペシアパタフ。だからこれちょっと分かりにくいでしょ。これペンネームイブアンジンさんがいただきました。ちょっと分かりにくいですけど、タフテンペ、ティダタフテンペ、ティダタフテンペだね。ティダタフテンペシアパタウト。そう、あのね、インドネシア語をめっちゃ混ぜてますけど、タフとタウっていうのがちょっとこうかかってるわけですよ。今でも読んでみて、ゲストの香織さんと小手さんの反応がすごい低いと、うん、いう感じは。音はいい。音はいいでしょ。うん、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 って感じ。そうでしょ。俺は間違えたよね。タフテンペ、ティダタウテンペ、シアパタウ。シアパタウ。シアパタウ。いいよ。何点でしょう。イブワンジ。はい、イブワンジさんがいただきました。さあ、何点。じゃあ点数つけんの。点数つけます。3.999。 いい勝負。3.99点、ありがとうございます。いや、
いやー、読んでみたけど、今のライブあれだと不評だったね。そんなことない。分かりづらかったから、もう五感が好きだったんだよ。うん、私も好き。ね。でも4通中の3通ですから、いいでしょうか、じゃあ。はい。今週4通、3通しか来てなかったから。4通しか来てなかったから。このコーナーさ、すごくいいからさ、うん、点数つけるのやめよう。いやいやいや。そうだよ、それで。点数出して。あ、そう？これ点数つけようがないもん。わかるんですけど、でもじゃあ、読んで、ああ、じゃあ次行きますかっていうのもなんか閉まんなくない？いや、それでいいと思うよ。一回やってみますか、じゃあその流れで。今後、じゃあ、小手さん点数つけないバージョン。はい。はい、じゃあ、いきましょう、はい、3通目、はい、お願いします。それではいい。エスチャンプル待つ子供らの無言なり。エスチャンプル待つ子供らの無言なり、なんでしょう ねみんな子供はね楽しみです。もう必死で喋ることも忘れてるってことなんでしょうかね。ペンネームめぐみさんから。えこれをこうやってやってる時さね、あそこに見入っちゃうのか。とさ、はいはいはい、何なんかなんか削れていくぞのっていうテンションの上がり具合と。あ、そういうことなのかな。なんかちょっといい感じじゃないかなと思いましたけど、じゃあ何点？じゃあ、いや、ジェイム。でも、ほら、動かない。エスチャンプル。そこを突っ込んでほしかったの、ね、今。今、そう、チに突っ込んでほしかった。文字数じゃないんだよ、今。そこに突っ込んでほしかったところだった。ごめんね、一歩踏んで。いや、いいんです、いいんです。でも突っ込んでくれたから。でも点数つけると、ほら、こういうの流れちゃうぜ。じゃあ、これ、いや、点数はつけない、ね。つけない。じゃあ、点数を分かりやすく、松竹梅でつけますか。みんな地区になっちゃうそれじゃああんまり意味ないな。まあでも読まれたってことはもうこれ得点ですから。はい、じゃあでもみんなこんな、うん、なんかそういう難しい俳句じゃなくていいんだから。そうそうそう、もうめっちゃシンプル。謝これ、あ、本当にわかりやすい。わかりました、じゃあ OK。 あのじゃあ、あのせっかくなんでもう一つ読みます。あのこれで全て解いた句を、はい、やることになるんですけど、もうこれでもね、どうなんでしょうね。いきますよ。あ、じゃあお願いします。それではいい。団子汁ついつい食べちゃう2-3倍。うん、それバニーの食べ物。団子汁関係ないでしょ。だから俺もこれは採用できないなと思ってた。あ、バクソか。バクソって言えば、バクソ、ね、ペンネーム僕はデブ、きっとデブからいただきました。多分この人ね、こっちにしか入れたんだと思うんだよ。でもね、微妙にだからね、バリがテーマかどうか。団子汁じゃなくて、爆走汁とか、そうそう、爆走スープとか、ね。うん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 。これすごい入ってた。全然いいですよ。ゲストのカメラもまだ入ってもらってますけど。特別審査員。特別審査員。いや、ほんとにそう。ね、爆走か、これ。な、日本の食べ物だから僕は選んじゃいけないんじゃないかと思ったんだけど。いや、これわかるでしょ。あ、団子汁って爆走ってわかった？分かった。俺はね、ほら、なんか、ねえ、カメラも。団子汁って呼ばないよ。呼ばないよね。言ったこと一回もないもんだって。だからこっちに行ったらさ、団子汁といえばこっちではバストしかない。団子汁。いやー、団子汁って言うかね、あれ。違うの？なんか、ねえ。なんか東北の。そうそう、俺も全く、ほうとうとかさ、そうそうそう。なんかちょっとこれは辞典、なんつうの。審査員特別賞みたいな。僕はでもきっとデブさんがいただきましたって。やっぱあれ分かるよな。分かるか、団子汁で。じゃあ何点？じゃあ点数はいらない。点数じゃないね。点数なしだとこのまま終わっちゃうけど、まあそれで。まあ、じゃあ今週の一句ってことで発表してもらいましょうか。どれが一番好きだったか。今週の一句。はい。選ぶの難しい。難しいけど。一応まとめとして。基準がないからね。基準がないね。もう小手さんの偏見ですよ。偏見。偏見。もう僕はこれが良かったなっていうことでいいわけですよ。今かおりちゃんが目の前にいるから、かおりさんにこう気を使ってっていうこともいいんですよ。そう言われるとね。うん、いや僕だったら気使うな。そう言われると。うん。団子汁。団子汁で、団子汁で。ありがとう、おめでとうございます。勝利もなんもないですけど、今週の一句は団子汁さんに採用されましたんで。来週も、来週テーマ決めてないね。来週テーマで、ね、もう、でも今回テーマ少、なんつうの、
応募が少なすぎたんで。少ないね。少なかったね、今週はね。なんか。その前のは何やったんっていうか。あ、もう、もともとはあのアジアとバリにまつわる何かいろいろを言ってもらうってことなんですけど、気がついてみたら、ね、毎週一緒じゃ面白くないからテーマを設けたら急に減ったという。あ、そうか。じゃあもう一回戻しますか。バリとブドウ。バリとアジアに関する合宿ということで。バリとアジアってアジアって。うん、タイもいいし。バリでいいか。バリでいいか。わかりました。じゃあ来週はバリ。はい。バリに関する合宿を、バリに関わって起きた出来事もしくは思ったことを合宿号にして、簡単な説明とともにお送りください。はい。送ってください。アドレスは、radio@honey-mango.com。かっこいい声だった。毎週言ってね。radio@honey-mango.com までよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。というわけでエンディングです。もうエンディング、ね。もう10時になり、もうなりますね。なったかもしれないよ。今週もお付き合いいただきましたけども。ねえ、1時間じゃこれ足りないでそうかな。2時間見てくれるから。30分足りないって言って、ね。そうそうそう。だんだん伸びてってるね。30分じゃ足りないけど、2時間ってなるとまた我々もきついよ。うん、集中力が続くかどうかってところだから。もうちょっとっていうところで終わるのがいいんじゃない？そうね。うん、それでまた来週、ね、うん、そうだね。ちょうどいいのかね。はい。じゃあ、まあ今週もエンディング参りましょう。エンディング、まあ完全にミキさんのことに書き消されてるような気もしますけど。もういいよ、いいってね。今日はね、キッチンの上でやってますから。そういえばさっき攻撃したかったね。そうしましたね。そう、あれ何を、何が、ピザかなんかやっちゃったんだな。パンを忘れてたのかな。そう、私思った。あれ、言いたくなってんけど。触れていいんですよ。言いたくなった。まあ、匂うなというのがありましたから。攻撃したいんだ。あ、かおりさんももう一回、じゃあ、皆さん。ありがとうございます。来週もぜひ見ていただきたいと思います。今週もハニーマンも田中俊と、アミカサコデスでお送りいたしました。プスイタカオリさんもおります。ありがとうございました。また来週。また来週。ありがとうございました。お正しいけど。この間がいいね、終わるまでに。エンディングはいつもこの音楽なんですね。これも風に使ってます。ありがとうございます、音楽。みじろさん、ありがとうございます。終わった？終わったかな、これで。ちょっとね。はい、もう終わったね。